はい、ブラスクやっていきます。今日は MP7 を使ってサントリーニで殲滅をプレイしていく。まあ、前回もね、MP7 使ってこのマップやったんだけど、まあ、負けちゃったんでね、今回は勝てるように頑張っていきたい。ということで、メインで MP7A1 サブで SV9。まあ、サブ武器は使わないかな。やっぱ好きな銃でね、勝ちたいんで MP7 を使っているわけですが、まあ、どんくらい好きかっていうとね、まあ、ガス風呂持ってますね、MP7A1 の。ガス風呂に、これと同じハイマウントタイプの、ドットサイトつけて。サプレッサーとかはね、意味ないんでつけてないんだけど。そんぐらい好きです。ということで、早速、まあ、やっぱここがね、強いんで。近距離はね、こういうところで戦うしかない。後ろを取っていく。で、正面から今撃たれたな。ちょっと距離が空いたんで、裏に回ってこうと思うけど。あ、でも赤点が入り口7番にあるんでね、ちょっと警戒しておきましょう。ただ2人いる。いて、あー、ライフが3になってしまった。ちょっとこれはピンチだぞ。で、裏誰も見てないんで、裏行ってみますか。こう中入って。で、誰も来てないが。でね、この辺まで来ちゃうと相手は準備してないんでね。来た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 。はい、ライフ持ってる。今のうちに倒していく。で、裏を取ろうとするが、あ、やべ、見られた。まあ、無理だよね。光ってるし。でもね、SV9 も使いやすいっすよね。おっと、奥にいた。距離、やれない。ヘッド抜かれたが。やっぱね、ああいうとこで威力不足が目立ってしまうね。まあ、じゃあ任せよう。おっと、上にいる。おっと。当ててはいるけど、ちょっと、この銃で戦うには厳しいか。よし、無視しよう。で、グレを、奥に投げて。で、ちょっと上登るか。味方入ってるよな。ほら、裏取られてるよ。何？あー、そっち正面から見られている。ちょっと厳しい戦いになってきたか。まあ、まだまだ大丈夫かな。23対27。まだまだ全然取り返せる。おっと？有利ポジションについてると思ったけど、いない。あ、こっちも回られてますね。一人やって、もう一人。で、さらに、4番に赤点がいるんで、倒していく。で、奥入ろうとするけど、あ、やべ、二人もいる。あー、まずい。出すぎたね。まあいいや。もう MP7 のゴールド使ってる人がいる。いいですね。おっと、いて、覗きながら撃つが。ダメージを受けてしまう。で、倒して、奥のやつに、スナイパーか。スナイパー分が悪いな。で、正面結構戦闘があったみたいだな。よし、裏回ろう。裏、まあ、裏もそこそこ人数いってるけど。奥に一人。うわー、ダメだ。スカー H か。まあ、MP7 の距離ではなかったね。裏、ちょっと薄い感じはするな。で、ハンドガンで一人倒して。おっと、いたいた。で、裏回ろう。まあ、7番のとこにいるな。出てきた。一人やって。赤点が見えないんで、10番から、裏を警戒しに行く。おっと、いたいた。お、マジか、負ける。アサルトライフル。威力負けか。なんか今回は結構静かな感じの戦闘と思ったけど、スナイパーが見ていた。厳しいな。まあね、突っ込むんならやっぱこのラインがいいからね。なんかあんまり突っ込んでくる敵もいないな。いたいたいた。一人もやれないか。あのね、味方がいるところ、あそこをちょっと取りに行きたいんだけどね。ちょっと遠いかな。あと、いない。いた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 。一人やって、もう一人。で、奥にいる。奥にいるやつもいける。有利ポジション使って、当てていくが、もうこの距離でも減衰してんのかな。
やっぱサブマシンガンの威力やっぱ気になるね、このゲーム。ちょっと弱いかな。まあ、他のゲームもサブマシンガン使ったことないからわかんないんだけど。EF ハザードにやられてしまう。いやー、このね、ハザードとマンハッタも強いっすよね。あとあれかな、明日ぐらいで期限が切れるんだよな。まあ、実装して7日経って、まあ、ガチャ引いて当てれればいいんだけど、まあ、課金してまで引くつもりはないから、当たんないかな。74対80。さっきからね、微妙な差で負けてる一人いた。よし、見たんで、サクッと倒して。で、ここから、赤点がいるんで、あいつを、まあね、こっち見てないよね。サクッと後ろからやって、もう一人、背中を取っていく。一人入ってくるかな？入ってきたところ、バシッと当てて、あー、後ろから撃たれてしまったマンハント。やっぱね、シリアルコード聞かんないっていうのもあって、結構使ってる人が多いですね。一人やって、もう一人奥に入っていったのが見えたんで、出てきたところをサクッと倒す。で、下に一人いたけど、あれは味方に任せよう。お、赤点赤点。あー、倒してくれた。俺の活躍の場がない。おー、いててててて、どっから撃たれてる？グレを上に投げて、出てきたところ、おーっと出たよ。スナイパーじゃないな。スカーだな。マークスマンライフルか。お、同点。おっと、逆転した。いた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 。え ここさ、いつも打ち負けるんだけど。この入り口の、四角入り口。ヘッド狙いにくいんだよな。なんか顎とかに当たってんだよね。顎が邪魔して勝てねえ。いたいたいた。取り合って、奥。奥は多分マークスマンライフルがいるんで、戦わないと、おっと、座ってるアンちゃんに殺されてしまう。やっぱね、正面は戦闘が多くて楽しいね。けど今回は裏へ向かう。大丈夫かないって。で、右向いて、人いないのを警戒して、あ、待てよ、8番。8番取られてる。取り返した、おっと。さっと見て、あ、あれはいける。よし、なんとか倒した。で、降りたとこも取られてる。後ろを取ろうと思うが、ん？見えないぞ。どこだ、どこだ。いたいたいた。当たんねえ、なかなか当たんねえし。ダメだ、あれ。あれはスナイパーか、マークスマンライフル。出てくるか。二人。赤点二人。爆弾投げて、出てくるでしょ。さて、出てこい。出てこない。出てきた。一人やって。もう一人。おっと。なんとか危ない。もう一人。ダメか。さすがに。しっかりと狙ってヘッド抜かれてしまう。135対128。いけるんじゃないの？これ。いいね。ちょっとテンション上げていきましょうか。で、一人やられた。おっと、二人。もう一人。もう一人いけないが。んー、味方が倒したかな？ナイス、味方。で、下がったところで、一人やって、あ、一人もやれない。今のは二人ともできただろう。もういいね。ベストキル取って、勝ちが見えてきたぞ。奥にいるが、ちょっと遠いんで。覗いて撃って。あ、ダメだ。ダメか。ちょっと爆弾でね、視界が見えないっすね。じゃ、この入り口から出てくるところを狙って、さて出てこい。あ、終わったし。ってことで終了。もうちょっとキルしたかったけど。なんとか勝てましたね。まあ、150と144で結構いい勝負だったと思います。はて。キル数の方は。お、いったね。ベストキルとベストアシストで、スコア、これで スコア2位なんだ。まあいいや。ということで以上です。